じゃあマイクあげます。はい、時刻は4時を回りました。今週も超インドラジオを始めスタートしていきます。今週は、私ジンと、私メグと、ミサの小春ちゃん、はい、そして今日は、まあ、ゲストといいますかね、星、毎回紹介している星空のスタッフ女子2名一緒に参加させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。あの2人今日、星空のスタッフ渚ちゃんと、まあ、彩香ちゃんですね、すごくあの飛び込みで参加してますので、2人とも今日すごい緊張してるんですけども、ちょっといろいろ2人にもお話を聞いて聞きながら、1時間、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、久しぶりですね。お久しぶりです。ちょっと何週か全然こっちに来れてなくってバタバタしてたんですけども、うん、今週やっと来れて100回目放送ぶりですかね。あ、そうですね。そうですよね。そうだそうだ。ウクレレ入る。あ、そうだそうだ。あれいないかなと思うので、はい、今日は、私だけじゃなくてね、3人でお送りしていくので盛り上げていきたいと思います。早速シーサーさんから来てますよ。あ、シーサーさんコメントありがとうございます。メグさん、ハイサイグスヨチューガのビラ、ゲストさんも綺麗ですねといただいております。花色ですね。確かに、はい、あのちょっとラジオ声だけだと分かんないんですけど、ツイキャス見ている方は、今日の2人の雰囲気も見ていただけるかなと思いますので、FM ギノアのツイキャスもぜひチェックしてもらえたらなと思います。はい、そこの1時間よろしくお願いします。はい、めぐちゃんの後ろの方が隠れちゃうっていう。ちょっと前で見えますか？今、あ、ちょっと調整します。あ、今かな？あ、今かな？いいぐらいです。知らない人かな。びっくりしちゃった。でも最初の子小春ちゃん、彩香ちゃんと渚ちゃんで、はい、彩香ちゃんは株式会社よりも社員さんで、渚ちゃんは今星空のヘルパーさんとして来てもらってます。お願いします。こちらもじゃあ沖縄出身ではないですね。CM 行きます。はい、カップボーイさんからも来てますよ。はい。な、何ちゃんって読むんだろう。めぐみちゃんだと思う。めぐちゃん。めぐちゃんかな、めぐちゃん。めぐちゃんかな。ありがとうございます。皆さん。おお、武蔵さん来ましたね。あかりちゃんに似てる。あかりちゃん、あやかちゃんです。あやかちゃん。はい。超ウルトラこんにちはっしょい。超ウルトラ。あかっちゃんさんも来た。ありがとうございます。優しいみんな。こんにちは、のスタッフさん、みんなベティさんやで。だから本当に本当にそう思う。私も。めっちゃ女性。で、と言いますか、今は女性を募集してるので。ああ、そうなんだ。
この CM 開けたら番組始まります。はい、お願いします。お願いします。なるべくマイクに近づいてお話をお願いします。はい、じゃあ始まります。はい、今週もこの時間は超インドラジオをお送りしております。オープニングでも、お話しさせていただいたんですけども、今日は私、メグと、もう2人、女子を連れてきておりますので、今日は3人と小春ちゃんでお送りしていきます。はい、はい、ツイキャスをご覧いただいている方は画面に少し3人の顔が映っているかなと思うんですけど、まず自己紹介からねしていきたいと思います。まず私から、超インドラジオでは、毎週おなじみかと思うんですけども、超インドメグということでやらせていただいております。私は株式会社エルの社員で、ゲストハウス星空の、宿のスタッフでもあります。毎週ねおなじみなので、私は短めにこの辺で思います。最近はウクレレを始めまして、また次回発表させていただきますね。そうなんですよ。シュプリームさんからもウクレレ生演奏はありますかっていう。今回はちょっと2人がいるので、ちょっと3人で話したいなと思ったので、うんうん、またあの自分一人の時に、うん、ウクレレを発表したいなと思ってますので、楽しみにしてます、はい、お願いします。はい、じゃあ彩香ちゃんお願いします。はい、紹介に預かりました。私も株式会社 L に所属配属されて、星空も一緒に担当させていただくことになりました、常田彩香と申します。沖縄には修学旅行以来2回目のもう分からないことだらけなんですけど、急遽ラジオに参加させていただくことになって、少しでも皆さんに一緒に楽しい時間を作っていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、私は星空のヘルパー渚と言います。私はもう静岡生まれ静岡育ちでずっと育ってきて、で今月に入って、まあ、ご縁があって星空のスタッフとして1ヶ月ヘルパーでお世話になっている形になります。まあ、毎日星空でいろいろ沖縄の生活だったりとか体験して充実して、今日も人生初ラジオって形になります。よろしくお願いします。お願いします。はい、初ラジオの渚ちゃんと彩香ちゃん2人とちょっと拙い私で送りていくんですけども、そうです、3人の共通としては星空だと思うので、ちょっと星空について紹介していきたいなと改めて思うんですが、那紀神村、沖縄県の那紀神村で、まあ、運天港という港の近くで宿をやっております。今はゲストハウスから一棟貸しの宿に、変わりまして、まあ、8名ほど、宿泊ができる一棟貸しの宿を運営しています。ただ泊まるだけじゃなくてですね、私たちは体験もできる宿としても、この夏からいっぱい動いていきたいなと思ってますので、うん、ただ一棟貸しなので、まあ、もちろん一人の利用でもできるんですが、まあ、家族だったり友達だし仲間とか、まあ、あとは女子会でもいいですし、まあ、会社のね、あの同僚とか、まあ、何でもいいと思うんですけども、そういった団体でのご予約っていうのがとても最近増えてます。なのでぜひですね、グループでの利用だったりっていうの時は、星空をもうちょっとすごくロケーションがいいところなので、ちょっと皆さん検索してもらってどんなところのかって見てもらえたら嬉しいです。でうちの宿はその他の伊藤菓子さんはいっぱいあるんですけども、まあ、ただ無人でこう貸し出すっていうよりかは、そこに泊まったらいろんな体験ができるっていうことをコンセプトにして、まあ、ちょっとスタッフも増やして、これからやっていきますので、その辺もチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、ですかね。で今回ですね、
超インドラジオではヒデさんの曲、XJAPAN のヒデさんの曲っていうのを毎回毎回たくさん流してあげるんですけども今日は、私たち3人のリクエスト曲を1曲ずつ流してもらって、後半ヒデさんの曲も流していきたいなと思ってます、はい、ですね、まあ、夏が始まったということで、うん、渚ちゃんからのリクエスト曲、ミセスグリーンアップの青と夏っていう曲をリクエストいただいてたの で今日は1曲目にそれを流したいなと思います。じゃあ小春ちゃんお願いします。たくさんいろいろコメントが来てますよ。はい、なんか聞こえないみたいですいませんねなぎさちゃん、あやかちゃん、ラリーを頑張ってくださいと。ありがとうございます。ありがとうございます。みたいね確かに、そうだね、長さとかもなんかみんな同じぐらい。社長がチェックしているラジオ超インド人さんも今日いらっしゃると思ってました。今日ちょっと来れないみたいで。はい、忙しそうですもんね、とっても。静岡出身の方も綺麗ですけど、奥の方は東京から配属されたのかな。彩香さんはどちらのご出身なんですか。はい、神奈川出身です。生まれも育ちも神奈川県です。行ったり来たりしてるんですか。なぎさちゃんはもう1ヶ月限定で、あやかさんは行ったり来たりになるのかな。超インドネシアそういう方なんです。あ、横浜生まれなんですよ、横浜さん。ぜひ。神奈川のどこでしたか。私は生まれも育ちも横須賀なんですけど、今は横浜に住んでます。横須賀、横須賀、はい、しんちゃん、あ、違った、あれ、カスカレさんごめんなさい、似てる、確かにカスカレさん、ただ、ただ自分でちょっと突っ込んじゃったねぐちゃん、曲が終わったら、はい、このままトーク戻りますか。はい、 CM はまた後半に行きましょうか。はい、いいです。ヒデさん、横須賀といえばヒデ。あ、そうですね。すごい、大物が生まれたんだ。小泉氏、小泉純一郎。あ、そうなんですね。皆さん、小泉県、そして小須賀出身で、海沿いの横須賀ですが、だから綺麗なんです。あら、ありがとうございます。横須賀の普段でホテルに泊まったことがありますか。ありがとうございます。
横須賀いいところですよ、うん、じゃあ曲終わります。はいはい、ミセスグリーンアップアップでアウトなしでした。すいません、噛んでしまいました。はい、あの皆さんツイキャスからたくさんコメントをいただいておりますので読ませていただきたいと思います。超インド人さん、彩香さんは筋肉痛だそうでその話を聞いてみましょうということです。これは後ほどお話しさせていただきたいと思います。はい、チプリームさんの写真で、私のママは横浜生まれ、そうですね、横浜の血が入っているチプリームさんということですね。超インド人さん、横須賀といえばヒデさんなんですよね。ヒデバスとか走ってました、昔横須賀中央駅というと。生まれが育ちが生まれも育ちも横須賀ヒデさん。この番組はね、ヒデさんの番組でもあるのですごく深掘りしていきたいんですけども、これはまた次回超インド人さんが来た時にちょっと行きましょうか。はい、はい、梅沢の横須賀ですね、だから綺麗なんですね、としーさんさんからいただきました、ありがとうございます。はい、というわけでですね、まあ、筋肉痛になったという話があったんですけども、実は私たち星空で新しい、まあ、ツアーといいますかプランを考えておりまして、その体験を、まあ、先ほどできる宿ということでお話ししてきたんですけども、まあ、それの視察といいますかね、それをまず自分たちが実際に体験してみて、まあ、ああじゃないこうじゃないっていう意見を出してるんですけども、昨日は、まあ、たたきっていうところに3人で行ってきて、まあ、2人は初めてだったんですけども、まあ、そのたたきでね、あのターザンロープみたいなのがあって川に飛び込んだり、結構アクティブな動きをしてきて、それで朝起きたら、はい、筋肉痛でベッドのカーテンが開かなかったりとか。筋肉痛だったので、こんなことを話してるメグさんもちょっとじわじわと筋肉痛が腕上げたらあれっていう、ちょっと腕が当たりが痛いなっていうことだったんですけど、ね、結構腕力ね、はい、入るからね、うん、腕ね。じゃあ飛び込みとかもしたんですか。はい、彩香さん4回くらいロープやってましたよね。はい、すごい恥ずかしい落ち方でいかに面白い動画が撮れるかチャレンジできました。見てみたいなその動画も。はい、そういうわけで筋肉痛だったんですけども、昨日はそのたたきで、今日は、沖縄そばを作ってきました。お、作った。はい、沖縄そばを、うん、あの小麦粉から一から麺作りから、うんうん、ちょっと体験してみようということで、あのそれを作るっていう体験をしてきて、うん、意外と良かったですよね。意外とって言いますか、なんかあの結構なんだろう、難しいのかなとかいろいろコツがいるのかなと思ったんですけど、割とみんなができるような楽しめるような体験だったので、すごく今日は良かったかなと思うんですけども、そこで生地をこねるんですね、沖縄そばの。それをかなり10分ぐらいこねてましたよね。はい、それでまた筋肉痛になるかなっていう、また別の筋肉が使われて、明日が楽しみですね、はい、いろんな意味で。そうですね、結構腕をいじめてきたというか、この2つで。自分たちで作ったんですか、それともどこか施設で。施設でちょっと初めてだったので、一回施設でやってみて、うん、ちょっと次星空でやってみようと思ってます。おー、いいですね、うん、手作り沖縄そば。はい、うん、星空内で沖縄そば手作りが、うん、まあ、できるような体験も、うん、
やっていきたいなと思ってます。いろいろなプログラムもなんか進化しているんですねまた。はい、そうなんです。そば、はい、打ちでまさかの筋肉痛っていうコメントも来てますよ。そうですね、まさかでした、うん、結構腰がある生地で全然伸ばしても伸ばしても伸びないくて、うん、あれって言いながらずっとこねてたら割と筋力使ったなっていう、うん、はいですかね。まあ同じ材料で同じ分量でやってるはずなんですけど、うん、それぞれ3人がこねて、まあ、同じ仕上がりになるかなと思ったんですけど、やっぱこね方とか強さとか手の温度とかで腰とかなんか喉越しっていうのも変わってくるみたいで、それが結構面白いなって思いましたね。難しそうだなと思うんですけど、どうでしたか？結構簡単でしたよね。どうでしたか？そうなんですね。なんかこねるのはいいけど結局包丁が使えない。そうですね、素人が作った麺みたいな。綺麗にやっぱり切れない。そうですね、やっぱ太さを均等に切るのが難しかったですよね、うん、あとは上に乗せる具材が今日はかまぼこと三枚肉だったんですけど、皆さんは沖縄そばの具材何かおすすめとかって小春ちゃんありますか？沖縄そばの具材か、上に乗せる昆布とか。昆布美味しいかな。そうですね、昆布、三枚肉、うん、かな。昆布はちょっと思いつかなかったです。たまに乗ってるお蕎麦屋さんもあったりするかも。やってみたいですね、うんうんうん、お肉系はやっぱり美味しいですね。手びちとかもあるよね、きっと、うんうん、あー、油脂豆腐も確かに。あ、油脂豆腐とあれもおすすめしたい。中身汁乗せるっていうわけにはいかないけど、はい、中身汁にそばを入れて、うんうんうん、中身汁そばもめっちゃ美味しいんですよ。はい、うんうん、それもおすすめしたいですね。そういえばありがとうございます。ちょっと難しくなるかも。いろんな乗せてみたいですね、うんうん、レパートリーを増やして。カープボーイさん、そばの定番って言ったらかまぼこ2枚で三枚肉1枚にネギ少々、うん、新紅生姜。あ、今日まさにそれでしたね、うんうんうん、今日まさにカープボーイさんのおっしゃってる具材だったかな、うんうん、だからあれが一番基本なものだったのかな、うん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 、かもしれないですね、うん、あ、チョップさん、野菜チャンプル大盛りのせ、あー、これも美味しい。え、チャンプルを乗せるんですか？すごい。そば屋さんに行ったらたまにこれもある。そうなんですね、うん、美味しい美味しい。ジューシーかいなり寿司セットなら言うことなしが。確かに。そうですね、ジューシーかいなり寿司だったら。やっぱ油脂豆腐人気なんですかね、うんうん、ありがとうございます。ちょっといろいろやってみたいなと思います。今までこの体験体験って言ってるんですけど、まあ、沖縄そば作りとかたたきとかって、まあ、新たにやろうとしている私たちの、まあ、企画の一つとして、まあ、旅キュンという旅と婚活を目的とした、うんうんうん、星空ツアーといいますか、はい、をやりたいなと思っておりまして、はい、で、まあ、旅キュンでの私とそのあやかちゃんでいろいろ今考察してるんですけども、うん、まあ、そこで、ね、あの独身の男女の方たちが、まあ、少人数、まあ、3対3から4対4ですかね、うん、で、まあ、旅をしながら、まあ、出会いもありつつ
婚活をしていくっていうものを目的として今回、まあ、9月初めくらいにやりたいなと思ってます。おー、じゃあ今から募集もかけたりするんですか？そうですね、うん、ちょっと少し話してしまったんですけど概要をお願いしてもいいですか、やかちゃん、はい、ありがとうございます。今少しお話にあった旅キュン、まあ、今このご時世ということもあってなかなか出会いが少なかったり職種によっては出会いが狭まってしまっている人もいるのが現状としてあるかと思うんですけど、そこで沖縄という地で旅をすると一緒に婚活出会いもできるような企画ができたらなと今めぐさんと話し合いながら進めています。実際にプランもそうですし、何よりもそこでいい出会いがあればいいなというのはもちろんなんですが、友達としてもしくはその参加した仲間としていろいろな思い出ができる大切な時間を作っていけるように一つ一つのプラン今丁寧にめぐさんとそして渚さんと組んでいるところですね。何名とかって人数に制限もあるんですか？基本は4対4の8名で行いたいなと思ってます。なるほど、はい、すごい。そこまで大人数ってわけじゃないのでかなり一人一人のことが見えるような旅になるのかなと思ってまして、やっぱ婚活パーティーだと一緒にお食事したりトークを5分、1人5分ぐらいずつお話ししたり回ったりっていうのがあると思うんですけど、やっぱりその5分のお話じゃ分からないこともあったり、フリータイムでもなかなかその人がどういう人なのかっていうのも限界があると思うんですね、そのパーティーだけじゃ。やっぱり1泊2日とか、まあ、ツアーいろんなアクティビティとか食事とか結構長い時間いることによって、まあ、その婚活パーティーでは分からないような面も、あ、この人こういう一面もあるんだっていう意外性とかも旅で分かるかなと。それもまあ5つ旅キュンのメリットかなと思ってます。なるほど、はい、早速シュプリームさんからなんと婚活行かねば行かねばしかも沖縄でだからね、はい、ありがとうございます。よりいいですよね、はい、うん、すごく素敵な自然の中で出会う、うん、自然な出会いができるかなと思います。まあ、別にその、まあ、結ばれることが一番いいんですけども、例えば結ばれなかったとしてもそこで出会った仲間っていうのが男異性同性含めてすごく貴重な縁にこれからなっていくのかなと思うので、絶対恋愛が目的っていうよりかは、まあ、いろんな恋愛も友情も含めて、まあ、旅も含めて旅で出会う人たちも含めて、まあ、いろんな視野を広げていく出会いを広げていく場になればいいなと思ってます。なるほど、はい、これはもう募集かけてるんですか？まだ9月初旬にしたいねというふうな話をしてて、プランが今ほぼほぼ固まってきたところなので、これから本当に募集をかけていくことになるかなと思います。いろんなウェブ系を使って SNS とかも含めて広めていきたいなと思ってます。じゃあまたいろいろ固まり次第ラジオの方でも、そうですね、はい、告知をお願いしたいな。来週には告知できるように、はい、楽しみにしてます、はい、超インド人さんからも来てますよ、はい、ありがとうございます。沖縄という土地柄もあり男性同士女性同士仲良くなれたと思います。あ、ツイキャスが来てくれましたね。はい、そうですね、うん、男性同士女性同士仲良くなれるのもそうですね。うんうん、なんかそれもないですよね、社会人になって、なんか女性同士男性同士の友達ができるっていう機会は、なかなか職場以外でないのかなとか、確かに社会人で、ね、
新しくできる友達とかってすごく貴重なのかなって思うので、うんまあ、そういう意味でもとってもいいかもしれないですね。そうですね。はい、はい、ちょっと長々と話してしまったんですけども、曲の方行きましょうかね。で今回あの旅キュンということで恋愛の曲をあゆかちゃんがチョイスしてくれたので、いいですね、はい、平井大さんのスタンバイマイミースタンバイユーをお送りしていきたいと思います。では小春ちゃんお願いします。筋肉痛全然かましてないです。もうやばいよね。腕だけですか？腕だけです。腕だけか。もうなるで。そっか。ターザンロープでしかない感じでいます。でターザンのロープにつかまって乗って、でそのままバチャーンですよね。あ、そうです。なんか抵抗なかったんですか？なかったですね。それよりもその後やった飛び込みの方が飛び込み、あー崖から飛び降りるんですけど、すごいそれが怖かったです。でも女子らしくないですよ。飛び込みほど躊躇してないですよね。ここでしたいみたいな。楽しみに行くしかないって。素敵な向こうさんの方も、うん、絆が芽生えちゃう。絆が芽生えちゃう。だし作りもしたの？できてます。主に麺ですかね。だしは豚骨とカツオだし、そうそう、でちょっと塩で主に練ってました。主に練ってました。ほぼ練ってました。練る。ほとんど練ってました。伸ばす。はい。ゆくちゃん、CM 行きますか？はい。渚さんか、渚さん、もうちょっとマイクに近づいた方が。
かりました。かわいい声が歌いない。この CM 明け始まります。はい、平井大さんでスタンドバイスタンドバイを聞いていただきました。ツイキャスのコメントをいただいておりますので、外の景色に驚かれているのかな、オーシャンビューだもんね、ということで、はい、今 FM ギノワのスタジオさんにいるんですけども、とてもいい時間で、今4時36分なんですけども、なんかオーシャンビューでいいですね。はい、超インド人さん、一応超インドラジオなので1ミリだけカレーに触れておきましょうということで、はい、また声が聞こえませんねと言われております。はい、ご指摘ありがとうございます。カレーに触れておきましょうという、確かにそうですね、超インドラジオですので、まあ、その根源っていうのがやっぱカレー好きな、パーソナリティであるべきだと思ってますので、ちょっと3人で一人ずつ好きなカレーを発表していきましょうか。はい、今までで美味しかったカレーとか、じゃあ私からですね。私はそうですね、最近食べたカレーで言いますと、最近はあの星空から車で10分ちょっとで行けるアボカフェさんっていうアボカド専門店のカフェがあるんですけども、そこのアボカドグリーンカレーっていうのが大好きで、毎回アボカ入ったら絶対グリーンカレーなんですけど、そこのカレーグリーンカレーですかね、ちょっと辛さはあるんですけども、全然なんかなんだろう、痛い辛さじゃなくてすごく美味しくて、あとヤンバルの野菜もたくさん使ってるアボカドグリーンカレーなので、すごくそれがはい、皆さんも北部に来た際はアウポーカフェさん、ぜひぜひ行ってみてください。はい、あやかちゃんありますか？私はあの先日結婚を実はしたんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。なので旦那さんが作るケルラカレーというカレーがあって、鶏肉かな、手羽先が入っているようなカレーなんですけど、すっごく美味しいので、ぜひ皆さんにも食べてほしい一品になっております。ケルラカレー、はい、ケルラカレー、多分名前そうだったけど。どんなカレーなんですか、ケルラカレーって？普段食べるのは辛いものが好きなので、結構スパイシー系なものなんですけど、はい、旦那さん辛いのが一切苦手なので、中間を取った味で、色合いは明るい色のカレーなんですけど、そうですね、中に手羽先が入っているのと、野菜は結構ゴロッとしているものとかが入っているので、美味しいカレーとなっております。早速調べてみたんですよ。はい、そしたらケララカレー。あ、ケララでした、ちょっとごめんなさい。惜しい。美味しかった。美味しそう。でも本当に勉強して。すごい。いいですね。お腹空いてきますね。ケララカレー。はい。渚ちゃんは何かありますか？私もネグさん一押しのアボカフェのカレー、はい、昨日初めて食べましたけど、はい、本当に美味しかったですね。ね、一緒に行ったんですけども。ちょっと衝撃でした。美味しいですよね。美味しかったです。アボカドの2分の1が丸々カレーにボンって入ってきて、入ってて、
うん、それもなんかいいし、小鉢もたくさんついてて、もう本当になんか上品な感じで、あと最後にはデザートもついてくるし、セットで、なんと贅沢でもお得なので、はい、美味しいですよね。はい、今度ぜひ案内してほしいです。連れてってほしい。はい。結構ね、めぐちゃん番組の中でもアボカフェさんのこと紹介してましたもんね。してますよね。私本当に結構ヘビーユーザーな気がします。もうお店の方にも覚えられてるんじゃないですか。そうですね。よくしてもらってありがたいです。いいな、うん。今度行きたいですね。ぜひぜひ行きましょう。はい。はい、お願いします。ということで、超インドラジオパーソナリティの彼氏紹介でした。はい。でですね、先ほど旅キュンっていう話をしてたんですけども、まあ昨日もね、今日も、体験をしてきたということで、まあその旅キュンでも沖縄そばを一緒にその出会った男女でできたらなと思っていて、これ良さそうですよね。男性女性でやってたらいいと思います。楽しくできたので、それをまた一緒に食べるっていうのもいいし、そこでいろんな会話が生まれるんじゃないかなと思っています。あと今日は旅キュンということで、恋愛ソングをもう一曲私のリクエストでおかはるちゃんにしてますので、それを流していこうかなと思います。で、ヒゲダンリズムさんで115万回のフィルお願いします。名護から近いですか？って来てます。アボカフェか。ああ、アボカフェ。はい、一応住所は名護市になるんですけど、そうなんだ。矢ヶ島島の中にあります。矢ヶ島の中にあるところで、住所はでも名護市でしたね。あ、そうなんだ。はい。あのおしゃれなところあったっけ？なんか矢ヶ島おしゃれなカフェとかレストランとかが、うん、いくつかあって、おすすめです。本当に美味しそうですね。すごい出てきてくる。と矢ヶ島はベンジャミンバーガーっていう美味しいハンバーガー屋さんもあります。結構元部でキャプテンカンガルーっていう僕人気なハンバーガー屋さんもあるんですけど、結構そこは並んでたり混んでたりするんですけど、私は個人的にはベンジャミンバーガーのが好きで、美味しそう。そこは結構、ま、人気なんですけど、キャプテンカンガルーほど並んでなくて、ここは穴場かなって思います。結構ボリューミーですね。はい、すごく美味しいですし、結構私は好きですね。へー、矢ヶ島は、なんか面白いです。結構いろんな、いろんなカフェとかもあるし、結構皆さん氷島に行くために通りすがりがちなんですけど、あそこもいいとこかなって。好きですね。なんか落ち着いた雰囲気で、あ、ね、食べれそうですね。はい、早っ。そうですね。トゥータン。じゃあこれ終わったらヘルパーさん、本日のディナーは矢ヶ島の素敵なお店のテイクアウトです。お楽しみに。やった。
タンっていうお店も八ヶ地島にあるレストランで、すごく美味しくて、はい、こんなのがあるんですか。結構創作料理なので、主婦の方もすごいセンスが良くてですね、おしゃれでした。マグロのカツのなんだか、島野菜の副菜がいろいろついて、美味しかった。すごく人気なお店、すぐ満席になってたって感じ。北部は素敵なお店が、どこもあると思うんですけど、北部もあります、なんともう後半ということで、後半の後半って感じですね。超エンドラジオもなんと1時間がとっても早いんですけども、最後に一つだけちょっと欲しい、私たちからお知らせというか、案内と言いますかなんですけども、星空さんですね、星空ではですね、まあ、渚ちゃんのようにヘルパースタッフを募集しておりまして、以前FM コザで活躍していたなっちゃんも、星空のヘルパーをやっていただいたんですけども、そんな感じでですね、渚ちゃんやなっちゃんのように、ヘルパーさんを随時募集しております。で今回は、8月15日まではちょっとヘルパーさんもすでに決まっておりまして、なので8月15日以降に、手伝いしてくれる星空のヘルパーさんを募集しています。ですね、2週間最短で2週間から、OK なんですけども、今回渚ちゃんは1ヶ月、だいたい1ヶ月が多いかなと思っております。で、宿泊費だったり光熱費とか車とかの、貸し出し利用っていうのを無料でして、あとは、海行く際のマリン用品とかも星空のほうに使って OK としています、はい、で結構20代から30代女子の方が活躍してますので、ちょっと今回渚ちゃんには来てもらってるので、星空のヘルパーってどんな感じなのか、ちょっとリアルタイムな感想をちょっと聞いてみたいなと思います。渚ちゃんお願いします。はい、私は今回星空のヘルパーとして生活するにあたって、前職の仕事をちょっと辞めて次の転職までの時間があったので、でそこでもともとなんとなく沖縄でちょっと生活してみたいなっていう欲があって、で機会があって1ヶ月お邪魔させてもらってるんですけど、本当に毎日刺激的で新鮮で楽しくて、時間がちょっとある人はぜひ来てほしいなと思います。なんか今まで家と仕事の往復だったりとか、
休みの日もなんとなくダラダラして携帯見て終わってるとか、そんな生活だったのが、なんか今日天気いいから海行こうとか、なんか毎日新しいことをさせてもらっていて、すごい楽しいです、うん、ありがとうございます。私も嬉しいです。今なぎさちゃん7月1日から来てもらっていて、もう2週間過ぎたのかな、ちょうど2週間ぐらい経って、あと2週間もないですよね。ないです、折り返しちゃいました。早いですよね。もともと星空でインディードさんでヘルパーさんの募集をかけてて、そこから渚さんから、まあ、インターネット経由で応募があって、こういったご縁になりました。今は、まあ、インディードだったりインスタグラムの、まあ、DM メッセージとか、またはね、本当に FM ギナワからとか、そういういろんなところからこういうまあ、やってみたいですっていう声もいただいて、そういったご縁につながってるので、ぜひちょっと気になるなとか、沖縄にまあ少し長くいてみたいけどちょっとがっつり働くのはちょっととかいう、まあ、女性女子たちとかちょっとね、スタッフの寮の関係もあって、女性を、まあ、募集という形にはしてるんですけども、うん、はい、なんで渚ちゃんのちょっと1日目は私覚えてるんですけど、すごく緊張してて、渚ちゃんちょっとなんか思ってたのと違ったのかなとか、すごく心配になってしまったんですけども、うん、今はすごくね、こうやって愛香ちゃんと3人でいろんなとこ行って楽しく過ごして、いろんな意見ももらったり、ちゃんとお掃除とかもしてくれたり、うん、メリハリつけて過ごしてもらってるので、うん、私と星空としてもすごくありがたいなと思うし、うん、渚ちゃんにも楽しんで戻ってほしいなって、うん、でいつかね、沖縄に来た時は北部に戻ってきてもらって、うん、顔出してもらったら嬉しいなと、またヘルパーやってもらっても嬉しいんですけどそれはちょっと分かんないんですけどいろんなことがあると思うので、はい、また北部で会いたいなと思ってます、はい、ですので星空のヘルパーさんを今8月15日から募集してますので、ちょっと詳しく聞きたいよとかいう方は797とマークエネルギーノワー .com までいただいてもいいですし、はい、星空までお問い合わせいただいてもどちらでも大丈夫です、はい、はい、では今日は、ちょっと私緊張してたんですけども、なんとか1時間そういう風に本当ですか、うん、初めて2人を迎えるということだったので、はい、エンディングは今日もハリーゴなど流れましたかね。はい、ではお二人初ラジオどうでしたか、あやかちゃん。やっぱりすごい緊張してカミカミだったんですけど、とても楽しく貴重な経験させてもらいました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。どうでしたか、なぎさちゃんは。私もこの滑舌の悪さでまさかラジオに出れるなんて貴重な経験で楽しかったです。また遊びに来てほしいです。でもそうですよね、あやかちゃんはちょこちょこ、これからも出てくる、はい、出ていただけるかなと思うので、ちょっとあやかちゃんのキャラもね強烈に面白いのでその辺の皆さんに今日はあんまりちょっと私がいっぱい喋ってしまったんですけど、皆さんにあやかちゃんの面白さも伝わったらいいなと思ってます。はい、ではこの辺で今日は終わりにしましょうかね。はい、ではまた来週も超インドラジオお願いいたします。では皆さんバイバーイ。オッケーです。ありがとうございました。ありがとうございました。写真撮ってもいいですか。お願いします。すごーい、こんな感じなんだ。めっちゃすごいですか、トーク。じゃあ行きまーす。3、2、1。もう1枚撮ります。行きます。3、2、1。はい、OK です。ありがとうございます。
たみんなで泣き人の方に